はい、おはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字の運動観音をやっていきたいと思います。今日は3年生の常用漢字の相談の段ですね。説明をしていきます。まず、炎の方が上も下も少し大きくなるということですね。なので少しだけゴンベンを小さく書いてください。ですかね。で、ゴンベンは中央までいかないぐらいのこの右のラインを全部揃えてくださいね。この右上がり右上がり右上がりと、この口のこの角の部分ですね、ここを全部揃えてください。で、一番上だけ左側をすごく長くしてくださいね。ですかね。一画目一度右肩下がりにギュッと押さえてから次に向かって跳ねる、もしくは一度押さえてまっすぐですね。このラインでいいと思います。はい。で、ここの幅をちゃんと揃えて、右上がり右上がり右上がりで、ここ一度押さえてちぼめる、いいですかね。で、ふっくら右上がりで、ここちぼめてください。で、右上がりで閉じる。で、ここは、右側、ここは下側を少しはみ出すとかっこよくなります。ですかね。で、続いて炎ですね。で、炎はですね、ここのラインを上も下も揃えてくださいね。ですかね。はい。で、このゴンベンよりも高い位置から始まってください。では、ここ一度スーッと縦に引いて、ここよりも少し高い位置に一度反対側に押さえてピッと跳ねる。で、ここですね、ここも一度絶対押さえてください。押さえてから、縦線をしっかり引いて我慢ですね。もうすぐ開いちゃう人いるんですけど、ここまずまっすぐです。で、ギリギリになって払うですね。電車通りましたね。ですかね。で、上は押さえるですね。上は押さえる。下はしっかり払う。ですか。で、ここまあちょっと離した方がいいかもしれないですね。で、ここのラインを揃えて、上もここもライン揃えちゃっていいと思います。この点の位置も。スーッと一回縦棒を引いて、で、ここより高い位置に反対側一回押さえて、シャッと。で、ここ一度押さえて、で、ここも直線をちゃんと書いて我慢して、最後ギリギリで開くって感じですね。この練習してくださいね。ここも3対2ぐらいでしょうか。ギューッといって、ここで方向転換ですね。で、絶対ゴンベンの足よりも下がる位置で、少しだけですけどね、そういう位置で終わってください。それではですかね。ゴンベン、炎よりもちょっと下がったところからスタートします。ギュッと押さえてピッと、右上がり右上がり、幅を揃えて右上がり、ギュッとふっくら右上がり、ちぼめて閉じる。そうですね。一度立て、一度押さえて我慢、シュッと押さえる、さっピッと一度押さえて、まず直線を引いてギリギリまで耐えて開く、ピッ、こういう感じですね。炎だけ、ここが、これが書けるようになると抜群に上手になるんですけどね。ピッと一度押さえて、直線引いてギリギリまで耐えて最後開く、押さえて、ピッと、ずーっと、ピッと、いいですか。縦を引いて、ここで高い位置、ゲッと押さえて、ピッと、回って、ここで一度押さえて、まっすぐ引いて、ギリギリまで耐える。で、押さえる。で、押さえる、まっすぐギリギリまで耐えて最後開く、最後開くと、こういう感じですね。真似して書いてみてください。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。